疲れ様です。もちろん昨日の件なんですけど、昨日車のカーショップの方に撮影行った時に車を買うとかいう話されてたと思うんですけど、あれって本当に買うんですか？フェラリです。まあな、3件も塗装させてもらったし、はい、まあ、社長さんもいい人だったし、いやでも今回は一緒に買おうぜ。一緒に買おうぜ値段って聞いても大丈夫ですか？高いの3000万ぐらいでしょ。3000万。まあ入門はまあ1500とか2000円じゃないって。入門で1500。悪いことって一つも悪いこと一つもないですよ、スーパーとかって。営業が上手すぎるわまさか俺買わせるんじゃないかな。まあ多分売り上げ倍ぐらいになりますね。なるんですか？こっち倍になったんですかね。2年で本当に8億は16億で。ただそれをやるときに相談した人がいて、まあその人異業種で商売すごい手広くやって見える方がこういうのやろうと思うって言ったら、その人だけ大賛成で、ああこんな物でいいよって人生変わるわって。あ、マジですか？マジ絶対やった方がいいよって。こういうのやろうと思うんだけどつってもらんくなっちゃってつって借金も返さなあかんしって、ああそれ絶対いいって人生変わるよ、人生変わるよって付き合いも変わるしって言ったら、本当にそうなったんですよ。やっぱ他はやめとけって、お前絶対無理だとこんな大流れ売れるはずねえがやとか、リスクの方が多いやろとか、縮小してこじんまりやっときゃいいわ、食ってくれやいいやろっていう意見が多かっただけ中で、その方は絶対いいよってやるべきだよって、人生変わるよって、うん、まあおかげさんで今こういう本当付き合ってさせていただいてる方っても全然層が変わったり、今市のパートナー企業に認定されたりとか。あ、マジですか？一宮市の、はい、あ、ここですか？あ、認定されたんですか、パートナー企業に。そう、市から。市から。それで一人お客さん来たんですよ。あんたのとこ新聞載っとったけど、はい、って言って一年買ってくれた一宮のまあ超 A 級土木会社の社長さんが見えたんですけど、俺はディーラーが知っとる車屋でしか車買わんけど、まああんたのとこ信用できそうやで、ちょっと1台買うわっつって、はい、ポンと買っててくれたお客さんです。はあ、だからやっぱそういう相乗効果、そういうことですね。そういうことですね。認めてもらったってことですね、はい、そういう富裕層っていうか、一宮はもともと繊維で栄えてたもんで、一定の富裕層の方、ね、代々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 の資産家みたいな、そうの方にちょっとは認めていただいてるかなと思って最近は、昔は町のただのわけわからん中古車やな中わけわからん中古車やな、でもその年で1年復帰ですよね。そうですよね。まあまあまあ、結構大変さ、やっぱ何億ですよね。何億ですね。今在庫で3億5千ぐらいですね。3億5千万笑えるわ俺すごいですね、これフェラーリとランボルギーニとはもうそもそも違うんですか？ランボルギーニってイタリアの同じあの車なんですけど、あのメーカー違いますね。あ、メーカー違う、メーカー違う、フェラーリの中のランボルギーニじゃないですか？全く別です。あ、そういうことですか？トヨタと日産みたいなもんです。あ、そういうことですか？ランボルギーニもすごいいいんですけど、はい、やんちゃな方がよくイメージが、あ、そういうことですか？イメージとして、あと、リセールがフェラーリと比べると、はい、ちょっと下がります。率が、リセールの値段が下がる、値段が下がる率がちょっとフェラーリよりは多いです。いい車なんですけどね、はい、だからどっちかに分かれるんですけど、あ、じゃあ投資目的とかそういう、まあ、まあ値下がり、リセール目的とかだったら気にされるのはもうフェラーリ一押し、もうロレックスと一緒です。マジか、やばいなこれ買わされるぞやばい、20億見えてきましたね見えてきましたね、なんか見えてきましたね。いや本当に、うわ、いや本当に買いやすい、そのローンプランはうちがあります。あ、いいですか？うわ怖いわ、営業がうまいわこれだっているか、いらん、必要か必要じゃないかっては日常じゃいらんすからね。ああ、そうですね。そう。そうですね。だから気持ちがもう盛り上がった時にガーンといかないと。そういうことですね。だけど買って後悔した人はうちで一人もいないです。マジですか？これは断言します。買って本当、グルメさんよかったってみんな言ってくれます。またそういう付き合いとかも。付き合いも、うちで。断言してくれるんですか？やります、やります。定期的に。もう面白い。レースクイーン呼んだりとか。おー、マジか。買いますとかツーリングでみんなでご飯食べに行ったりとか、YouTube ライブがありますもんね、ちょっと定期的になんか、とか、まあ、いろんなツーリングのチームがあるもんですから、そこと一緒に合同でやったりとか、はい、いろんなのできますんで、まあ、こんなことは失礼ですけど、あんまり横着い人がのツーリングとかでは参加しないもんですから、ガラガラ言っていうか、うん、そうそう、あの良識ある方ばっかりですか、はい、うちのお客さんは。そこはもううちで選別させていただいてるもんですから、はい、お客さんも見てますもんね、やっぱその
あのちょっと柄悪いなとか。でおかげさんでやっぱりいいお客さんがちょっと流れてきてるんですよ。あ、そういうことですね。ドクターのお医者さんとかって、はい、育ちもいい方多いじゃないですか。あ、そうですね。いい教育受けて、はい、で親も医者でっていう、はい、でやっぱり怖がるんですよね、そういう店行くの。あ、で一回嫌なことがあって紹介で打ち来たりとか、はい、で僕もプロフィールをもう徹底的にオープンで開示してますんで、はい、まあ、はい、お宅なら大丈夫そうやねっていう、はあ、戦略っていうかマーケティング戦略を取ってますよね。そういうことですね。そういうことですね。きちっとしてだからそういううちはまあいいお客さんを来てほしいっていうポリシーで、はい、そういうことですね。まあ、ちょっとやっちゃうやつがいらないですよね。そういうことですね。そういう人もいますもんね。ちょっと同じ不動産屋でも放射系不動産屋と綺麗な不動産屋とって車屋さんにも多いじゃないですか。ガラリーなんか派手にやって多いですよ、多いですよ、多いですよ、多いですよね。まあ自分の業飯食わさせてもらっても業界悪くんでもあれですけど、正直多いです。まあそうですよね。僕は建設も、まあ、同じ人それでも連れ回り建築ばっかりやもんで、不良のまんま行っちゃった人もいるし、ね、うん、だけどまあ来てるやっとる子もいるよね。まあ、ね、あるとこ社長みたいに規定に変わってね。あ、そうですね。そこですわね。まあそこまで言われたらもう買うか。いい、いいかって。まあ相談する奥さんいないんで。あ、じゃあもう行くしかないですね。だから本当にこの辺を買っ、僕はあの赤の360モデルなんか、まあ入門用って人によってはちょっと下に見る人いるんですけど、はい、値段とのバランスは一番いいと思いますよ。だってちょっとした車買ったって今1000万なんか。まあそうですね。で、新車買って2年経ったら半額以下とか。まあそうですよね。絶対ないですから。はあ、事故らん限り。事故らん限り。それが危ない。それはこれはいいな。これいいですよ。ね、でそのまあこれ話すとちょっと専門的なんですけど、はい、オートマなんですけどこういう車ってシングルクラッチって定期的にクラッチ変えるといかんですよ、はい、70万80万かけて、はい、これ変えたばっかなんですよ前のものさん。あ、メンテ済み。あ、そういうことですか。そういうこと。あ、ちゃんとやってるみたいな。メンテ、そう、メン、前のお客さんがもうやってくれてるんですよ。はあ、結構それを皆さん気にするんですよ。乗っ取る間にそういう維持費どうって。あ、結構かかるんちゃう。かかる、うん、だからこうやってもう前のお客さんがやってってくれてるやつはいいですよね。はあ、うん、これでゴルフ行ったらいいだろうな。いいっすね、横乗ってね。いや、いますよ、うちのお客さん本当に。そうですね。みんな一人で行かなかんですけどね。どうですか、一人で行かなかん。乗らんとやっぱダメになるんですか。いや、エンジンだけはかけた方がいいですね、週1で。週1。上がっちゃうもんですから、それバッテリー。ああ、そういうことですね。まあ、それぐらい気に、ぐらいじゃないですかね。うわ、視聴者の皆さん、ちょっとガチで買うかもしれない。ガチか。ちょっと、次回。だいぶセールストークに。だいぶグラッてきた。ここに買わんかったら男じゃねえな。男じゃない。売り上げのみですよ。スクリーブ。あ、喉乾いてきたわ。社員の場合がなんか大きいですよね。まあでも会社で買って看板にして、まあそうですよね。YouTube の視聴回数も上がって、まあそうですね、お客さんトレーヤー。まあそうですよね。うちも乗り換え道場さん YouTube で見て、こうやって頼んでるわけですから。はい。まあ、あ、そうです、もともと。もともと。あ、チラシとかじゃなくて。チラシとかじゃなくて、YouTube 見て。YouTube。面白そうやなと思って。向こうの工場を去年やってもらったのかな。あ、本当ですか。僕が書いてある工場があるんですから、はい、そこをやってもらって、まあそこから、だからそういうのも多分広げますよ。で、こう家もやってもらうもんね、今度。あ、本当ですか。ええ。買うしかないですね。買うしかない。買うしかない。片目の。物件3つ目ですよ。これ買うしかない。社員の皆さん、視聴者の皆さん、これは仕事です。自分が買うのは。来月家もやります。あ、マジですか。じゃあもうこれ行くしかないですね。行くしかないですね。これマクラーレンって、はい、これすごいいい車なんですけど、やっぱり、はい、メーカー的に言うと、フェラーリ、ランボ、マクラーレン。マクラーレンも別なんだ。ちょっと、あ、まあ、落ちることで。F1 とかでマクラーレンってありますよね。車としてはもう、すごい。けど、リセールは悪い。あ、そうなんですか。悪い。やっぱりブランド価値ですわ。はあ、これマクラーレン乗ってる人に怒られちゃうんですけど、本当にいい車で好きなんですけど、はい、リセールは悪いです。あ、そういうことですね。金額が下がりやすい。やっぱブランドのフェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ、歴史とかね。残念ながら。ちょっと鍵持ってきます。え、いいですか。あ、で、鍵持ってきますわ。いいですか。これは2000万ちょっとするんですけど。ちょっと靴下が可愛いね。これ2000万ちょい。2000万 ?2000 万ちょい。マジですか。で、ブレーキ踏んで。これがエンジンですか。あ、違うんですよ。これ。あ、これか。ブレーキ踏んで。ブレーキ踏まなかったです。で、長押し。数秒長押し。おー、
すごいな。これはいいですよ。いや、これ踏んだらみんな買いたくなりますよね。これも営業のあれじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、俺もデビューか。やばいな、俺これ。チキン立ていいだろ。これデビューよ。ピンピンや、俺これ。怒られちゃうんだよな、これ。怒られちゃう。まあ。まあでも本当に聞いとると値段も下がらんとかあったら。下がらんし。うん、変なベンツに迫るっていうのと。まあ、全然あんなの話が違います、ね。話が違う。あれはもう自分のために買うだけじゃないですか。ああ、そうですね。これ会社を伸ばすために買うんですから。ああ。社員さんも働き。まあそうですね。ね。うん、安くなるし。ああ、でもその話がすっごい。でもうちも本当にそうですよ。これ前あの中小企業同友会っていうので発表させてもらったんですけど、はいはい、社員のその労働環境をこれで改善しましたって。ああ。うん、結構皆さんから好評やったんですよね。まあ、マジですか。だって中古車屋で5時半で店閉めとるとこないですよ。まあ、まあそうですよね。まあ、そうですよね。それができるようになったんですよ、このフェラーリのことで。でも、もううちもなんか 5% か 10% ぐらいよっかって言ってますけど、うん、賛成ですか。賛成、絶対ね、価値を提供した方がいいですね。まあ、それだったらもうちょっと自分たちが、お客さん、経験に、うん、知っていきますもんね。そう。僕でも確かに。それで給料良くなって、休み増えたり。そうですよね。すれば、みんなハッピーですもんね。そうですね。で、サービスも向上しますもんね。それは社員が喜んで。まあ、塗り替え道場ってもうブランド力あるもんで、まあ、ね。まあ、そうですね。それなりに。いや、まあ、そうですね、うん。それは間違いないです。じゃあ、ありがとうございます。あら、まあ、一応こんな感じで。ありがとうございます。宣伝カードとか、はい。まあ、イベントで使ったりとか。はい。まあ、YouTube の企画でもめちゃくちゃ使えるだろうし、そうですね、うん、で社員モチベーションにもなるじゃん、はい、でそれは何って言ったら社員に貸し出ししたのかなと思ったら月5000円、はい、あ1回5000円とか、はい、遊びに来ても若い子多いじゃん、はい、職員とかも俺で地区とかああいうのがあるとどうやってやろうかこう保険とかどういうふうにしようかなって思ったけど、はい、面の意味で福利厚生とかになってくるだろうし、うん、まあイベントカーとかにもなるだろうし、そうですね、まあ、そんな感じですよ皆さん、まあ、こうご期待、次回にこうご期待、まあ、本当にかの方もわからん、まあ、それはもう一回しっかりお話聞かせてくださいって見積もりも出してもらうから、そうですね、まあ、1000万かマックス3000万だけど、はい、3000万か3000万、まあ、買い物っていうか投資だよな、はい、まあ、次回楽しみですね、楽しみしてください。あ、まあ、こんなあれでこんなさ、はい、車の話で申し訳ないんですけど、はい、あのマッチングサイトを、はい、フェラーリ好きの人にぜひ使ってほしいわ。家の外壁塗装とか、はい、あのまあ、会社の塗装とかを、はい、今全国の登録して、はい、今400社500社集まってます、うん、で今精査しとるわけじゃないから、はい、自分たちの自己判断でチャットができるから、うん、どんどんあの相談だけでも、はい、で余計やつ使えないし、はい、悪気やつ買わんときゃいいんだもん、ね、で今登録料無料でやってますので、何かそれで僕がお金儲けするのはなく、じゃあそのサービスも、まあ、今ちょっと考えとるのはきっちりちょっといいところしか残さんとか、はい、そういうことやってその場でサービス料をしっかり取るとか、うん、いろんなことを今考えて模索してマッチングサイトやってますんで、はい、ぜひ皆さんが使ってくれることでやっぱサイトが成長してくるというかさ、はい、やっていきますので、外壁塗装のマッチングと求人マッチング、建設業専門の求人マッチング、はい、まあ、これ掲載しとるとこ結構ありますんで、うん、ね、求人規模の方も、ね、フェラーリ買う方も、はい、ぜひ使っていただければ幸いでございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お前カメラチケイって言ってんのお前。いや声が入んねえよお前。ノイズ判定されちゃった。お前がノイズ判定じゃねえってお前。タルの声がノイズやお前。最近調子乗っていいな。いや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 、まあ、また抜け道場もさらに次のステージ、ね、はい、いけるってね、周りでも言ってたら絶対いけるよって。そうですね、いろんなきっかけになります。そう、この10億の壁が今度20億になって成長していく一つのきっかけになるかどうか俺は分からないけど、はい、でもやっぱ俺もまずはそのなんかそれでなんかお客さんが仕事欲しくてやるっていうよりは、うん、やっぱすげえ人たちと一緒に乗ると、あ、俺もパワーがみなぎってくるの、はい、よし負けたくねえなとか、あ、そんな風にやるんで、やっぱ勉強させてもらえるじゃん、はい、で俺も昨日すごい刺激になったからさ、はい、喋ってて、はい、社長すごいな、うん、経験して俺より次のステージってなんか見えてんだろうなって感じたから、何かが、はい、やってみたいなと思います。チャンネル登録、はい、いいね、よろしくお願いいたします。お願いします。せーの、また見てね。おい、チケーツとチケーツと、はい、チケーツと、はい